シンリナは、青森県のアイドル、タレント、モデルであり、女性アイドルグループシンデレラマジックイーストの元リーダーである。愛称は、マリリン。青森県八戸市出身。2017年、女性アイドルグループシンデレラマジックイーストのリーダーとしてデビュー。2019年6月、日本ご当地アイドル活性協会より2019年上半期。 二発掘アイドルセレクト12選出。2019年7月、テレビ朝日主催、まな踊り祭りアイドル祭り、国民的アニメソングカバーコンテスト、東北エリア代表決定戦において、審査員特別賞、オーディエンス賞のダブル受賞。2020年3月15日にシンデレラマジック、イーストを卒業し、2020年4月1日より、ソロでアイドル活動をしている。 青森県八戸平市に生まれ育ち10代で、モデル、芸能事務所トゥインクルの前身である、アーモリーブに所属。トゥインクルへの社名変更後に、東北ヒーローを当てるエンガールズ及び、ご当地アイドルとして結成された、シンデレラマジックイーストに加入し、リーダーを務める。地元を拠点にライブ、イベントの司会、テレビのバラエティ番組、テレビ番組のリポーター、テレビ CM、広告のモデル、 ブライダルモデルなどで活躍。また、インターネットでのライブ配信も開始。生テレでライブ配信を経験するが、同サービスの終了に伴い、その後はショールームで行っている。2020年3月15日をもって、シンデレラマジックイーストを卒業。2020年3月31日に、所属事務所トゥウインクルを退所し、同4月1日より、ソロでアイドル活動を始める。 2020年4月25日に、個人のオフィシャルホームページ、シンリナ、オフィシャルウェブサイトを開設し、ライブの企画、オリジナルグッズの制作等を、セルフプロデュースしている。また、2020年5月には、YouTube チャンネル、シンリナのおよ,よよよを開設している。ショールームのイベント特典により、都内での活動が増加している。2020年9月には、 新型コロナウイルスの感染を考慮し、Zoom を使った心理なオンライン撮影会を開催している。2021年1月18日の自身の誕生日に合わせてソロ活動ファーストシングル RE スタ t を各種音楽配信サイトからリリース、同日生誕祭ライブをオンライン配信サイトショールームのプレミアム配信機能を使い無観客で行う。 2021年4月18日に、セカンドシングル、桜ファビュラスを各種音楽配信サイトからリリース。2021年8月18日に、サードシングルとして、トコナッツ、ココナッチュ、メイクイットラウドを2曲同時リリース。特技は、ピアノ、剣玉、UFO キャッチャー。歌うこと、運動、ダンスが好きな他に、ハローキティ、ディズニー、シャチ、そして、 世界中のダム穴を見たいというほどダムが好き。好きな食べ物は、フルーツ、チョコレート、ミニトマト、チーズ、アイス、ヨーグルト。最近は、キャンディーアップルのリンゴ飴にはまり何度も取り寄せており、キャンディーアップルの公式ツイッターやインスタグラムからもフォローされている。飲み物は、オロナミン C、青汁、100%リンゴジュースが好き。水は、毎日2リットル以上飲んでいる。 オロナミン C の企画、みんなの元気がつながる広告キャンペーンスペシャルムービーに応募し採用され出演している。ファッション、コスメ、美容、ピアスが好きで、知識も、豊富、ミシェル・マカロンの服は、特に好きで多数愛用している。就寝前のルーティンは、ストレッチと筋トレや体幹トレーニング、そして、水素風呂。片方だけある刃が特徴。好きな有名人は、 深田京子、ディーン・フジオカ、アスハナ・キララ、浜崎あゆみ、西野カナ。特に、同じアイドルとして、AKB48 チーム系の小宮山遥のファンで、あり、2020年10月に自身が、純レギュラーで出演している、TV 番組、夢はここから、深夜放送ラッキー内で、サプライズ企画として、小宮山遥とオンライン共演をしている。シンデレラマジック・イーストのライブは、 数が多いため割愛し、ソロ出演のみの掲載としています。ありがとうございます。